今回はですね、九州は長崎県の対馬ですね、それの一番南の先端ぐらいに位置する、あのエリアですね、そこにやってきました。もう今からどれぐらいかな、7、8年前ぐらいからパラパラ通い出して、いろんな磯に上がったりしたんですけども、対馬って言ったらやっぱり一番にヒラマサですね。磯から狙えるヒラマサがすごく多い。時期はやっぱりまずそうですね、春先5月ぐらいからと、でそこから梅雨ぐらいが一番いいかな。でそこからまた夏になって一服して、今回は徐々に、高水温から下りに入った冬の意識というか、そういう意識が働いてやっぱり活発にね捕食するような傾向にあるんで、時期的にはもういいと思うんやけどね。すっごい分かる、もう身震いがするような。出そうな雰囲気あるな。若くていつ来るんやろ、いつ来るんやろ。初日は前半ちょっと曇り気味で、ローライトでポイントも結構一級生って言われるようなポイントに配慮していただいて、今まで過去の中で一番釣れるんじゃないかなというぐらいのテンションでした。海の状況はちょうど今満潮に向かう潮が、磯に当たって、潮見ができてね、ごっつ複雑に折れてるんですね。だからやっぱり餌もこういうところで溜まりやすいんで、魚がね、いつ回遊してきてもおかしくない。どっかでなんかね、この満潮前後で絡まないか、そんな思いで今キャストを続けてます。出そうで出ないな、ほんまに。どっかで出ると思うけど、いそうなんやけどな、絶対どっかであるわ。我々磯から狙ってるじゃないですか。やっぱりそのリスクがありますよね。当然魚をキャッチする率もオシワに比べたら悪いし、ヒラマサなんて言うたらもう寝に行くような魚なんで、やっぱりキャッチする率は大型になればなるほど低いし、やっぱり少ないチャンスいかにものにするか。悪い時でも一回どっかで回ってきてくれるであろうと、そういった思いの中でやってきて、やっぱりキャッチする時の達成感もやっぱあるし、やっぱり当たり方もジグであれ、トップウォータープラグであれ、派手にバイトしてくれたり、ジグやったらドーンともう腰まで来るようにひったくったり、全てがその一発で報われる、それはやっぱり僕は、この釣りのほんまに魅力やないかなというふうにもうずっと思ってますよ。一応ですけど、対馬に来て今のところ坊主はないんですよ。一回ルアーのテストで来た時に、その時は反応悪かって初日に坊主黒で、2日目の帰りの回収の時に釣れたか、回収間際
そういうこともあったね。あ、魚出てるわ。出てる出てる、そっち。そっち出てる。あれは釣れるんちゃう？ちょっと回収してトップ投げるな。どっち投げようかな。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。どっち行こうか。あ、まだいてるな。ちょっと待って、サーディンボール先行くわ。うん。ああ、船来てもらった。そうやったら、一頭二頭。そうなんやけどな。塩は。ああ、気持ちいいほどに当たりがなかった。悔しいね。明日や明日。今日はね、大爆釣の一日になる予定ですよ。平まさがランブする、そういう一日じゃないですかね。鳥の糞がね、ここの磯にはちゃんとあって、まあこの近辺で何か餌を食べて、それでまあ糞をしてるんでしょうね。だから、ベイトフィッシュもひょっとしたらこの周りにちゃんといてて、まあそういうふうに、プラス思考で考えてます。とりあえず後半にキャストして、よそ見て、今日沖ではね、結構鳥が、小魚を探して飛んでる様子が見えるので、近くにはいるはずやと思います。魚はこれがどのタイミングでこのシワラインに刺してくるのか、潮のタイミングなのか、何らかの時間帯で餌の動きに合わせて入るのか、ローライトで潮も効いてるし、チャンスはあると思います。なかなか腰にくるな。なかなか答えるでこれ。あかんちゃんどう？出てる？どっか出た？出てないね。一緒やで、みんな一緒。なんか単発でパシャパシャやってる。あ、やってるけどな。俺なら折れちゃうけどね。言わないもんね。ルアーがよく飛びます。
ほんまに当たれへんな。なんなんやろ、動きがどうとかじゃないわ、これ。魚や。おらんねんな、これ。なんでおらんのやろ。わからん、ほんまわからん。こんなんやって、やっぱり昨日でも今日でも波気のある時でやっぱりあいつらにしたら餌取りやすい時やから、うん、いかんべだなぎやったらわかるで、全然あかんっていうのは。せやけどこんな風あって曇って餌あって言ったら絶対来ない、おかしいね。今までこうやってきたけど、ここまでここまであかんっていうのは初めちゃうかな、こういう状況でこういう場所で。なんでやろ、どっか行ったんかな。なかなかいい状況にもかかわらず、魚のコンタクトがなかったので、ちょっと大きくエリアを北に変えて今、目指して北を目指して移動しているところですね。諸条件はやっぱり揃ってるなというふうな、天候であったり潮の状況であったり、ベイトフィッシュ、そのもろもろ、全然釣れない理由はないなというふうに感じておったんですけども、自分に限らず誰もそういうコンタクトがなかったので、やっぱり魚、まとまった魚が、入ってないなというような、感じでしたね。だからちょっとこれはそういう時はやっぱりその周辺というのはそういう状況なんかなというふうに自分でも思ったので、ちょっとこれはこういう時は今までいろいろやってきましたけども、やっぱりちょっと離れて、ちょっとやっぱり多少、移動してでも、そのエリアを大きく変えてやってみた方が状況も違うのかなというふうに思って、今移動してます。行けるのは入れそうですかね。アプローチしてみます。なるほど、海の神様、敵浅い、通信の浅いぞで今やってます。いつものように広範囲に投げて分けてチェックしながら様子を見て、
かで本命はこの向かいの磯の先端向きぐらいかな。右に足をしますわ。わーしゃ、かかった、かかった、かかった。ひらまさやね。よっしゃ、よっしゃ、オッケー、オッケー。変わったか、変わったか、変わったか。あそこやな、魚ヒラマサやね。小さいけど、小さい、自分そんな。よっしゃー、サイズこれやけど、もう俺はほんまに嬉しいよ。いやー、感動する。ほんまに嬉しい。もう今までの中で一番嬉しいかもわからへん。ほんまに嬉しい、ほんまに嬉しいわ。これが釣り屋やな、本来。うん、そう、このこいつでほんまに報われるんよ。辛かったですね、この2日間は。本当に本当に辛かった。もう体も悲鳴上げるぐらい投げましたから。もう魚と出会えるんやろかって自分で、うん、もう出会いたい一心でしたね。あ、本当正直なんかちょっと自分のやってきたことにホッとしてます。今までのやってきたことを、覆すような状況を経験して、で、大きくエリアを変えて、自分がやってきた今までの経験値の中でセレクトして、ジスに入って、すぐに、ほぼすぐに結果が出て、魚が来てくれたんで、そういった意味では本当にホッとしてるというか、もう力が抜けました。いや、もうね、足震えるって、その釣り始めた頃のような、まともな魚を釣った時で誰でも多分足震えたりすると思うんやけど、あんな感じだったもんね。まだ僕にも残ってたやな、こういう感情がって思ってましたよ。理想は大きな魚とかそういうのを釣れたらもちろんいいし、それは理想やけども、でもやっぱり魚を持ってるパワーっていうか、人を感動させるパワーってやっぱすごいね。もうあのサイズのヒラマサで本当にこうやってもう心の底から感情が込み上げてくるって、また全てがその一匹で報われる、もうオールオッケーになってしまいますからね。それがやっぱ釣りですごい。出た、あ、うわ、すごい橋上がった。